エールということにもなりましたね。早く元気に帰ってこいということでね、はい、今日は投打活躍のバッテリーです。放送席、投打のヒーローバッテリーに今日はお越しいただきました。野上さん、ナイス完封でした。ありがとうございます。ちょっと9回ヒヤヒヤしましたがいかがでしたか。そうですね、なかなか最後まで投げることもなく、今シーズンはね、降板してたので、まあでも早い回でね、本当に原口のスリーランというのがね、だいぶ心に響いたので、まあ本当にいけるところまで行こうと思って、はい、投げました。あの4回の9点というのは、横で能見さんが見てらっしゃっても間違いなく今シーズンのベストイニングですよね。そうですね、まあ、あんだけ攻撃が長いのも、ね、なかなかないので、まあ、少し、気を引き締めながら見てました。ありがたいことなんですけどちょっと長すぎましたかね。いえいえ、もう取ってもらえただけありがたいです。やっぱり2回の満塁のピンチを逃れられたというのでスッと行きましたか。そうですね、先頭フォアボールからのスタートなので、まあ、本当にね、原口もちょっと、どうしようっていうのは多分あったと思うんですけど、本当にねゼロで抑えれてよかったです。三者凡退も多かったですね。そうですね、まあでも9点ね本当に取ってもらったので、まあストライク先行でいこうっていうのは自分の中であったので、まあ本当にね原口もいいリードをしてくれたので、球数少なくいけました。手元の資料で見ると能見さんはねこれでね6年連続シーズン完封ありなんですよ。そうですね、もう少し続けられるようにしたいと思います。次はロードに入ってからのピッチングですがぜひ頑張ってくださいね。はい、なかなかね続かないので、次をしっかり、投げたいと思います。続けてください。はい、ちょっとお代わりいただけますか。荒口さん、あの4回はどうしちゃったんですか。あ、もうね最初の座席でちょっとね本当皆さんにねちょっと悪い思いさせてしまったんで、もう何とかしようと思って行きました。今日のホームランで3カード連続ホームランというのはもうセリーグのホームランバッターですよ。いえ、違います。いろいろと今日は能見さんの完封を引き出したりご自分のバッティングとかたくさんいいことあったんですけど、何の項目が一番嬉しいですか。それはもちろん完封です。はい、能見さんが横でにっこりされましたが、どんなところが今日良かったですか。そうですね、なかなか僕のねそのリードはいろいろ悪くてね組めなかったんで、今日はもう絶対ねもういいリードをしてやろうと思って入りました。中でも良かったことの中でちょっとだけ言っても範囲でこんなコツがあったんだよって教えてほしいですね。いやでもまあね、僕今日は本当能見さんのね投球がもう低めに集まって、もう低めに集まったおかげでね僕も助かったところが多かったので、本当能見さんに感謝です。素晴らしいリードでした。しかし1イニングで2安打5打点。ありがとうございます。バッティングは何かコツがあるんですか。いやいや、もう本当ねチャンスで回ってくるのでね、本当もう何とかしようと食らいついていってるだけです。久しぶりに阪神は3連勝しました。はい、今日はね本当能見さんとこんだけたくさんのねファンの人が集まっていただいたので、もう必死のパッチで打ちました。本当に今日は夏祭りをありがとうございました。能見さんと原口さんでした。放送席どうぞ。ありがとうございました。はい、今日のバッテリーヒーローの2人、能見投手そして原口捕手でした。